どうも、ズーマです。今回は AK117 のガンスミスをご紹介していきたいと思います。で、今回ソロデュオなんですけど、昨日上げた動画、こちらの動画でも AK117 使ってるので、ぜひ合わせて参考にしてみてください。さて、今回はソロデュオなので、お相手は2人かな。ワンポ降りてたんですよね。ちょっと切り替えしつつ、ベストは欲しいところ。1メスでもね、ないよりマシなんで。ああ、シャートありますね。これは、この家の中っぽいな。ちょっと出てくるの待ちましょうか。ああ、出てきましたね。ここはうまく盾を使って、倒すことができました。もう1枚いるはずです。で、ベストをもらって。いますね、奥。で、相手、AK47 だったんですけど、うまく打ち勝つことができました。で、移動してキルハウスに来ております。この中にいますね。他のとこで撃っとんの？まあ、ここは倒して。で、ソロデュオは相手2人なんで、まあ、2人同時に相手するっていうよりかは、1人ずつ倒していくっていう感じで、立ち回るとうまくいくんじゃないでしょうか。アコニーメディック焚いてますね。ちょっと詰めましょうか。で、ここもうまくディフェンスを使って倒すことができました。さあ、ここでエアドロップを取っていきます。なるべくね、上の方から狙っていけたらいいなと思うんで、上を取りつつ、常に周りを見ながらですね、周りを見渡しながら、あ、ここいますね。あれはでも、ポットかな。この距離でも十分に当てていくことができます。ここはプレイヤーかな。ここをうまく盾を使って47相手ですけど、年1でもこんだけ当てることができます。さあ、このままダイナの上に来たんですけど、まあ、AK11 はね、連射速度も速いですよ。なので当たれば結構強いんですけど、やっぱりどうしても反動がね、強いっていうのがあると思うので、モッドはスタビライザーをおすすめします。で、このエアドロップ2人ぐらい来てたので、クラスターボムを投げまくるっていう。そしたらでうまく1人かかっちゃいましたね。で、1人倒すことができたので、もう1人近くにいるはずです。あ、あの奥いますね。ちょっと追いかけますか。もしかしたら隠れてるかもしれないので、ここはスノボとかは使わずに行ってたんですけど、奥まで逃げてるっぽいので、ここは一気に詰めたいですね。いますね。ちょっとこの距離、ちょっとスナイパーで、ここはうまく倒すことができました。で、今は AK117 結構強いなって感じてきてます。なので、結構使うようになってきたかなと思いますね。前まで M4LMG 使ってたんですけど、最近は AK117 に乗り換えつつありますね。まあ、昨日の動画に、昨日の動画でも117使ってて、まあそちらでもスクワットなので、複数相手の立ち回りとかも少しは見れるんじゃないかなと思います。やっぱり当たりますね。当たったら強いですね。切り速が速い。し、腰打ちも安定しているので、どちらでも対応できるっていうのがいいところですね。この奥から来てますね。多分こっちには気づいてないっぽいので、ここは忍びます。気づいてないですね。なんで、ここは有利な状態で倒すことができました。さて、移動して発射基地ら辺に来てます。いますね。今回、あんまりプレイヤーさんがいなくて、結構ボットばっかりになっちゃうんですけど、まあどんな感じの当たり方だったりとか、どれぐらいの切り速かっていうのがなんとなく伝われば嬉しいです。さあ、ここはスナイパーで撃っていきます。近々ね、スナイパーの動画も出していけたらなと思いつつで、残りなんだかんだボットばっかだったり、残り1人になって、
僕はスナイパーね、これ頭狙ってたんですけど、なかなか当たらなくて、最後はうまく頭当てて、勝ちという感じです。じゃあガンスミスはこちらになります。ぜひ使ってみてください。それではまた。